それではただいまからテレビの新記者会見を始めさせていただきます。最初に知事から割れ提供させていただきます。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。前回2月になったけど、予算も公表させていただきました。健やかさ、よと我にと好めかな。健やかさ、よと我にと好めかな。ウグイスの鳴き声、この目立ちが待ち遠しいこの目でございますが、予算でそういったものを発芽させることができるのか、さらに我にもよりも問うていきたいと思います。先週はトンコレラの対応に追われました。おかげさまでですね、先週8日に、殺処分並びに埋却地への投入など防疫措置が完了いたしました。これは皆様方のおかげさまでございまして、例えば養豚場の埋却地の周辺住民の皆様方のご理解、また関係団体民間事業者の皆様方には資機材や物資の調達面で、また運搬面でご協力をいただきました。厚く御礼申し上げます。また私が言うのもなんですけど、職員もよく頑張ってくれました。今日も朝から関係部署に電話の上、そのねぎらいをしたところでございます。また農水水産部長にはこの間の教訓をまとめるように指示をいたしました。引き続き消毒など、この時期ですので対応対策が必要なんですが、鳥インフルエンザ対策、また過去には牛のさまざまな防疫対策が必要な事態も他県等でありましたので、しっかりと今後も万全を期してまいりたい、もって県民の皆様方の安全安心につなげてまいりたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。この間報道機関の皆様方にもさまざまな形でご理解ご協力をいただきました。この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。続いてですね、基幹統計調査の実施点検の結果について、これも大変お忙しい2月8日金曜日に一部公表発表をさせていただきました。家計調査の調査員による家計簿の不正な記入と、毎月勤労統計調査の公表期日の遅延について、どちらも政策立案の基礎となる統計への信頼、そして県民の皆様の県政の信頼を損なうという行為であり、県民の皆様方に深くお詫びを申し上げたいと存じます。今回の不適正な事務処理、こちらについては統計調査結果そのものへの影響はないものと聞いておりますが、ルールに反した事務処理が行われていたことは事実であり、しかも不正が行われていた事実を上司等に報告せず公表もしなかったことは誠に遺憾であると考えております。担当部局には原因の究明と再発防止を徹底し、統計調査への県民の皆様への信頼回復に努めるよう改めて指示をさせていただきました。失礼いたしました。統計行政の信頼回復に向け、県としてできることは速やかに取り組むとともにですね、国においても統計調査全体について改めて検証することも今検討されているとお聞きしておりまして、その動向も踏まえながら県としても適正に対処してまいりたいと存じます。また先般来会見等でもお知らせしておりますが、県が一部事務を国から受託しております基幹統計調査30調査の事務の全体につきましては2月1日から自主点検を行っておりますが、現在その結果を取りまとめ中でございます。8日締め切りのものについて詳細を現在確認中でございます。今しばしお時間をください。細部についての担当課への確認、また国との確認等も時間を要するようでございますので、今しばしお時間いただき、できる限り早くお知らせをしたいと思います。続いて、話題提供、こちらは資料に基づきまして2点申し上げます。まず1点目は、SDGs
滋賀 SDGs のシンポジウムについてでございまして、滋賀経済団体連合会との共催、デンマーク大使館および関西 SDGs プラットフォームの講演のもと、2月23日土曜日、滋賀 SDGs シンポジウム、北欧幸福の社会モデルに学ぶを開催いたします。本件ではですね、一昨年6月、サステイナブル滋賀 SDGs のシンポジウムを行いました。昨年4月にはアリス・ウォーターズさんに学ぶ食の暮らしの持続可能な未来を行いました。こういった企画に続く SDGs 関連のシンポジウムの開催となります。このシンポジウムではですね、 SDGs の取り組み度合いの先進国でありますデンマークから駐日大使のフレディ・スベイメン氏でありますとか、シンクタンクサステイニアの CEO らをお招きいたしまして、デンマークの行政をはじめ世界における SDGs の実践事例を学ぶ基調講演やパネルディスカッションを行う予定でございます。ちなみにデンマークは大津市滋賀県ボート競技で2020東京オリンピックのホストタウンでもございます。滋賀での今後の政策立案、ビジネスの革新、そして県民のお暮らしの発展的な変革を実現するため、県民の皆さんと一緒に学び、一緒に考え、実践につなげていきたいと考えております。すでに多くのお申し込みをいただきまして、当初定員募集150名だったんですが、満杯になったみたいですので、座席の枠を今増やしているところでございます。関心の高さの表れではないかと認識しております。県民の皆様の高い関心が伺えるシンポジウムでございまして、ぜひ当日いろいろとご都合ありましょうが、報道機関の皆様にもご参加をいただき、ご取材ですとか一緒にお考えいただく、そういう機会にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。今一つはですね、歳入確保の新たな取り組みの一つといたしまして、本庁各課室が使用しております公用封筒への広告を掲載していただける広告主を募集しようという取り組みでございます。この封筒、皆様方もご存知じゃないかと思いますが、公用封筒、これは角型2号ですか。これ角型2号、これは角型2号という封筒、およびこれ以外にも長型、封筒、約55万枚を予定しております。各封筒の裏面に、裏面にこういう形で広告枠を3つ設けるということでございます。募集する広告主は3社、広告掲載料は角型2号封筒と長型封筒をワンセットとして15万円以上税込みということがそうでございます。申し込み者多数の場合どうするんだと、申し込み金額が高い順に広告主を決定させていただくということでございます。全面広告が可能なので3つじゃなくて全面でというお申し出に対しては、こういった全面広告も可能ということだそうでございます。申し込み期間は本日2月12日から来月の3月11日までとなっております。なお、公用封筒のデザインをこちら正面の左下ですね、平成31年度印刷発注分から SDGs に関するロゴ等に変更させていただく予定もございます。合わせてご周知いただければ幸いでございます。少し長くなりましたが、私からお願いします。それではただいまから11時10分まで質問をお受けいたします。最初に患者さんからよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。冒頭でも言葉ありましたが、基幹統計調査の関係でですね、はい、8日に公表されて、で、また1日からの点検の分を今取りまとめ中ということなんですが、はい、また新たに出てくるようなことは可能性としてあるのかということを、知事が把握していらっしゃる段階で、それはどうなんでしょう。分かりません、まだ少し内容確認中です。いろいろと聞いてみますと、いくつかですね、これでいいかなというような事例があるようでございます。はい、確認せなあかん事例があるようでございます。そういった事例に照らして、この課ではこうだけど他の課でどうだろうかとか、
今こういう状態が指摘されているけれども、国の事務との兼ね合いで全体統計に遅れがあるやなしや他の都道府県がどうなんだといったようなことでなお確認調整がいるというふうに。その点については、できるだけ早くということだと思うんですが、いつ頃をめどに取りまとめ。すみません、ちょっと時間ください。この機に、自主点検とはいえ、できるだけきちんと明らかにした上で、報告なり発表させていただいた方がいいだろうと思ってますので、国とのその事務の決まりの中で、どのような整理がなされて、いうのかなどもよく確認した上でご説明した方がいいだろうというふうに思いますので、ただいたずらに時間をかければいいというのでございませんので、できるだけ早くやりたいと思います。分かりました。ちょっと質問変わるんですが、もしかしたら教育委員会のかもしれませんが、児童虐待の関連で、政府の方で緊急の点検、子どもたちの安全を確認ということが出されていると思うんですが、それで滋賀県としての動態をしていくかとか、そのあたりについて、この千葉県の少女や親に虐待で、殺害されてしまうという痛ましい事件ですね、連日報道がされています。私も心を痛めながらその報道に接しているところでございます。この児童養護の取り組みについては、子ども家庭相談センターを中心にですね、現場でも専門資格者またスタッフ一丸となって、警察や教育関係も連携して対応に日夜当たってくれております。こういう事案が起こるたびに、もうそれぞれ現場では事案の何て言うんでしょうか、共有をしながらですね、うちで大丈夫だろうか、参考になる教訓はないだろうかということを都度確認はしてくれていると思いますが、なお私どもとしても他県で起こった事例を県内で繰り返すことがないように対応をしっかり整えてもらいたいと思います。また必要な体制整備についても、これはしっかりやっていく必要があるだろうなと思っています。ありがとうございます。 NHK の鶴丸さん、どうぞ。 NHK の鶴丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒頭お話ありましたけれども、トンプレーナーについて貿易措置が完了しましたけれども、はい、今後、何か、以上に指示をされたということですけれども、今の時点で何か今後の対策で考えてらっしゃることがあれば教えていただきたいのと、はい、先週、少し伺いましたけれども、愛知県の方の、自粛、出荷を自粛するように要請するのが遅れたということが議論となっていますので、それについて改めてお聞かせください。はい、まず先週末、対策本部でも確認しましたし、今日の部長への指示の中でも確認したのですが、おかげさまで殺処分と埋却、いわゆる当該農場の貿易措置、期限内に行う貿易措置は完了いたしました。しかし、今後のまん延防止にかかる対応ということで、消毒ポイントを3カ所設置して3月5日まで行っています。これ連休中の対応を聞くと20数件この消毒ポイントで畜産関係車両の対応を行ったということになります。休日3日間でそういう状況ですので、平日はさらに多くなることが予想されますので、そういった対応でありますとか、野生イノシシの感染確認検査、これについても区域を設けて現在対応中でありますので、そういった対応、さらには養豚農家への防護柵の設置などについても、これ早急にやろうということで現在取り組んでいるところでございますので、総延長距離が 3.7 キロでございますので、こういう対策をしっかりとやっていきたいと思います。また時期がこの冬の時期、こういったウイルス性の感染症対策が必要な時期でもございますので、引き続き注意しながらですね、対応を行っていくということでございます。なお、おかげさまでこの3日間の取り組みについては、いろいろと対応できた面もありますので、しっかりと教訓にして、今後の対応に生かしていこうということを考え、その取りまとめを指示したところです。
お話を伺ったのは愛知県です。失礼しました。愛知県のこの養豚場から当該農場、県内の当該農場も、豚を仕入れたということから今回の滋賀県での発生ということにもなったんですが、いろいろと現地で分かっていることだけ言うと、滋賀県のこの農場が豚を愛知県の農場から仕入れたのが、1月の31日ということでございまして、この時点でのこの愛知県の養豚場の豚の様子がどういう状態だったのかというのは少し定かでないような面もありますので、ここは農水省等の情報を待ちたいと思います。いずれにしても県もそうですし、他県との連絡調整もそうですが、こういった広域に及びうる対策については連携を密にしながら迅速に対応するということが肝になってくると思いますので、よくこのことは確認の上、今後の協議にしていきたいと思います。1月末に滋賀県の農場としては仕入れたということで、時期的には、他の県が批判しているようなには当たらないかもしれませんけども、そもそも迷惑な話だと思うんです。愛知県から来たということから この県でこんなに対応しなければいけない、このことに対する何か憤りとか怒りとかないんですか？いや、もちろんこういうブートンコレラのようなものは発症しないことが一番の願いですし、発症したとしてもその当該のうちで食い止められ防疫措置が行われるというのは理想だと思います。ただ豚の取引等で、またさまざまな業者の移動等で県域を超えて移動取引が行われるという実態もこれはあるんでしょう。それらをすべて封じ込めることや未然に防ぐこと、もちろん願い取り組みますが、そうならないこともあり得るとすれば、起こった場合にどう対応するのかということだと思います。これはもちろんないに越したことはありませんが、起こった際の対応に全力を尽くすということが我々の使命だと思いますので、そういったことを念頭に置きながら対応しているというのが率直な気持ちなんです。それでは皆様方から質問をお受けいたします。一人でも多くの方にご質問いただけるご協力よろしくお願いいたします。挙手をお願いいたします。中日新聞の成田さん。中日新聞の成田です。新生美術館を見直して、はい、新生美術館の計画を見直して、近代美術館の改修に来年度から入るということについて伺いたいんですが、はい、新年度予算案には改修に向けた設定費用だとか、作品の保管費用だとかが計上されていたんですが、新生美術館を見直しつつ、美の滋賀のどういったところをその近代美術館の改修後に反映させていきたいのかという知事の思いを伺いたいと思いますが。はい、先週末も大津市内でアメニティフォーラムシンポジウム等が開催されました。その際にも申し上げたんですが、美の滋賀ということで、アール・グルットを含む1000年を超える神道や仏教の美術、さらには誇りうる近代現代の滋賀県ゆかりの作家さん等の美術品、こういったものを県として表現をしていく、こういうことには全体としてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。で、当初は新生美術館ということで、それらを3つの花束として一体的に表現するということを目指しておりましたけれども、今晩さまざまな事情により立ち止まらせていただいた上で、これ以上休館中の県立近代美術館、県民の皆様方にお楽しみいただけないという時期を延ばすわけにはいかないということで、来年度から本格的に老朽化対策等を行った上で、再来年度の再開館を目指していくということで取り組んでおります。で、この中においても、
所蔵しております近代現代美術品の表現ですとか、すでに収集を始めておりますアルブレットの作品展示、こういったものについては、先行して表現をしていきたいと思いますし、まあ、その場所のみならず、この間も県内各地でさまざまなワークショップですとか、さまざまな展示展覧会等を開催しながらですね、県民の皆様方に私たちが持っているものについて自信と誇りを持ってもらえるような、そういう取り組みを展開していきたいと考えております。しかしその文化財含め文化館のありようも含めどう対応していくのかということについては、これは基本計画の見直しにも関わることですので、これらは並行して基本計画の見直しの検討という形で、よく皆さんで同じく考えてもらいたいと思います。岩子文化館のあり方も並行して再も検討していくということはありましたが、はい、知事としてのスケジュールの感覚を伺いたいんですが、はい、岩子文化館、まあ、来年度検討委員会、専門委員会に専門家による検討委員会を立ち上げるという話だったと思うんですが、どういうスケジュールで文化館と機能を再び紹介していくということを考えますか。少しそこはまだここで申し上げられる内容はちょっと固められていません。はい、少し議論の上ある程度方向性を出した上でスケジュールをお示しすることになると思います。近代美術館 の、はい、改修の話にまた戻るんですが、はい、近代美術館の休館前は毎日大体10万人ほどぐらいの来館者数があったの で、新生美術館は年間30万人を目標に掲げていたと思うんですが、はい、改修後の近代美術館は市としてはどれぐらいの、まあ、お客さんに来ていただきたいというふうにお考えなんでしょうか。すみません、ちょっと今ここで明確にその数字を申し上げる材料がありません。もう少しその老朽化対策をした上でどういう出来になるのかというものをちょっとイメージした上で皆様方に示ししたり通っていくのがいいのではないかなと思います。少なくとも休館前よりは来てほしいというお願いでよろしいですか。まあちょっと休ませていただきました。そしていろいろとありましたけれども、こう行って、内装等をきれいにした上で、皆様方にまたお楽しみいただくという意味においては、前来ていただいた方々、並みの方々には来ていただきたいなというのは思いますが、ちょっと内部はよく見てから、はい、示したいと思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。実践者の小島さん。理事通信小島です。はい、話が変わってすみません。大阪府の泉佐野市がそのふるさと納税の返礼品でアマゾンのギフト券を送るという、まあ、ちょっとことをやるそうなんですけれども、まあ、これまた国の方はこれはルール違反だというような形で、まあ、言っているんですが、このふるさと納税のあり方ですね、この辺り、まあ、自民党の方でもいろいろ意見が出ているようなんですが、改めてちょっとどのようにお考えなのかお話したんですけれども、まあ、税の原則は公平、簡素、中立ということでしょうし、同時に、納税者の意思、タックスペイヤーの思いというものをより反映させる形で、このふるさと納税というのが考案されてきたと承知をしております。でそれらを獲得せんがためにさまざまな工夫と努力が行われてきた。しかしそれらが過熱しすぎて本来の意図趣旨を少し逸脱してしまうのではないかということの中で、今の国会にそういったことを改善していくための税の改正税法を閣議決定で提出された措置をしております。私は行ってそういうふるさと納税で納めたいという方々の思いは尊重すべきだと思いますが、少し
になってしまうような集め方なり収め方は行き過ぎの感があったのではないかと考えていますので、あの国の見直しに沿う形で、県としても対応していきたいと思いますし、県内市町もそういった方向でご検討されていると思いますので、いい流れになればなと思って。いかがでしょうか、市が放置の浜田さん。